こんにちは。今日は数学1の第2章2次関数の4回目です。今日は2次関数の基本定義を押さえておきましょう。これ2次関数のグラフですね。これを理解する言葉、これを押さえておきたいと思います。まず2次関数とは何かということです。高校の数学1の最初に多項式ということを習いましたけれども、その中に二次式というものがあります。こういう式でしたね。ax2+bx+c。こういうふうに表されたときは、だいたい x がいろいろ変化する数。a、b、c は何か数字を代表する定数というふうに表す。そういうお約束なんですけれども、この x が2乗ということで、2次の係数がついているということで、これを2次式と言いました。そして、2次関数というのは実はこういう形式になります。2次式、ある2次式があって、そこに x に何か、入力すると y が求めることができる。例えば x が0の時はどうかな ?0、0でここ y は c という値になる。というそういうような形で、ここの x に何かを入れると y が定まる。それでこの時に一番高い係数が2次という時が2次式。それで関数になると2次関数というふうに、こういうふうに言うことができるわけですね。で、2次関数の一番一般的な形は、高校で勉強する形は、y=ax2+bx+c というような2次関数にほとんどなるわけです。で、今日はちょっと2次関数の中でも一番基本的なA とか B とか C とかないシンプルな形で2次関数のグラフを理解する言葉を今日は覚えておきたいと思います。 y=x2 乗、ここの定数がマイナス1になった y=-x2 乗というグラフ、前回デスモスという関数グラフを書いてくれるアプリで見てみましたけれども、そのグラフを使ってちょっと定義を覚えておきたいと思います。こういうグラフ、こういう形、放物線、まあ物を投げるとこういうふうに飛んでいくという、そういうグラフです。で、それがまあ裏返った、y=x2 乗、これも同じ形なので、ひっくり返したような、対称にしたような x 軸で対称になった形をしているので、こちらも放物線と言います。で、上が y=x2 乗、下が y=-x2 乗ということになるんですね。で、この時このグラフの形、下に凸のグラフ、下に出っ張っている、凸凹の感じの片方ですね。凹凸という、下にとんがっている、下に凸。今度この y=-x2 乗は、上にとんがっているので、上に凸。というふうに、こういう言葉を使います。今度、ここに x 軸がありますけれども、ここに、実は y 軸、ちょっと消えてるんですね。これ表示すると、ここに y 軸があります。実はこのグラフ、この y=x2 乗も、y=-x2 乗も、このグラフは図形としては、ここの y 軸で折りたたむと重なります。ここですね、この y 軸。ここで折りたたむと、どちらのグラフも左右対称で重なります。こういう
ここに対象軸があると。そして二次関数の時は簡単に軸とも表現します。ですから二次関数の場合はこの一つ軸があってそこで左右対称のグラフになります。ですのでグラフを書くときに例えばこの x が正の時計算して右側に書きます。それと同じように対称になるように左の線を描いていけば放物線ができます。ですのでマイナスかけるマイナスのこちらの y の計算をしなくてもいいと。頂点が分かってこの右側のグラフの様子が分かれば全体を書くことができるということが二次関数の特徴になりますが、そういうことを理解しているとグラフを書いたりとか二次関数の特徴を理解するときに非常に楽になります。でこれ対象軸、軸下に凸、上に凸などを理解しておくと二次関数を理解しやすくなりますので、ぜひ知っておいてください。ということで次には今度この今一番基本の二次関数を見ましたけれども、いろいろにこのグラフ変化する様子というのを次に見ていきたいと思います。今日はここまで。